名前なんですけど、僕に対していろんなイメージ、イメージ持ってない方もいらっしゃいますし、イメージ持ってる方もいると思います。なので、まあ、簡単に自己紹介というか、生い立ちから少し話していただくと、僕は東京生まれなんですけども、親が結構厳しい親でして、とにかく勉強をすごいさせる親でした。で、小学校の時はテレビやニュースしか見ちゃいけないって言われていて、で、まあ、とにかくこう勉強、まあ、ばっかり、対処できなかったんですけど、やらされていて、で、中学受験して入って、で、高校、大学と行ったんですけども、運動経験はほとんどありませんでした。で、格闘技との出会いというのは、高校の時に夏休みに朝早い時間でテレビで初めの一歩っていうあの漫画がやアニメがやってまして、でそれを見て、あ、格闘技面白そうだなと思って、でも当時僕はあの格闘技ってどこからどこがボクシングでどこがプロレスでみたいなのが全然分からなかったので、あの格闘技と名の付く番組を全部抑えて、あの深夜帯結構プロレスがやってたので、プロレスを録画してすごい見たりとかするような子で、それがまず格闘技との出会いというかですね、あのファンになったきっかけです。で、大学に入りまして、サークルに入りそびれていて、で、そうですね、それから友達にあのキックボクシング部っていう部活があるよっていう話になって、で、キックボクシング部に入部したんです。それが格闘技をやり始めたきっかけになります。で、もともとこう、なんていうの、オタクだったっていうのもあって、いろんな技をこう試したい、今日はこの選手のこういう技をやっていこう、今日はこの選手のこういう技をやっていこうとか、いろいろこう毎日試しているうちに、まあ、テクニックがこうだんだんついてきて、トップクラス、チャンピオンクラスとだんだん試合できるようなレベルに一気に、行ったんですね。で、まあ、大学入って、で、就職してからずっと格闘技、僕就職してサラリーマンと二足のわらじという話ですけども、サラリーマンをやりながらもキックボクサーとしてやってました。で、ただ、チャンピオンクラスでやって、まあ、勝ったり負けたりっていう試合が続きました。特にあと1回勝てばタイトルマッチだよとか、あと1回勝てばテレビ出れるよとかっていう試合でことごとく負けてきて、質疑の血まみれになってこう帰ってきて、まあ、実力あるのに、上に行けない人間っているよなって、僕もファンの目線で見てた人の選手とかって結構いたんですよ。じゃあこの人は持っていて、この人は持ってない、じゃあ僕は持ってない人間なんだなっていうのを第三者的に見ていたんですね。で、それを見かねた、うちのジムの、山口代表という方がいらっしゃいまして、山口代表が、ちょっとキャットにきっかけを与えたい、ラウェイに出ろ。ラウェイというのはもうグローブを外してしまって、バンテージっていう包帯のようなものを巻くだけ、ラケンですね、で戦って、で頭突きも OK です。で、まあ、通常はありえないんですけど、急所攻撃、近的攻撃っていうのも流れの中で当たる分には OK だよ、止めないよっていう、あーやばい、こんな危険な競技っていうのを僕は格闘技始めた頃ぐらいからなんとなく知っていて、ラウェイっていうもうとんでもない競技がある。で、いやもう格闘技やってる上で、興味はあったんですけど、まあ、絶対出たくないなと思ったんです。まあ、選手生命はおろか自分の人生も終わるなと思うような競技かなと思っていて、チャンネル登録をお願いします。